んばんは。サムネイル公演見た見てないです、ごめんなさい、うん、余裕なくて、余裕なくてごめんね、ごめんね、ごめんね、まあ、いずれ出るからさ、待ってて、いずれ見る。え、スイルギさん、ありがとうまーば。こんな、テロップどうしよう。明日はジョンマイラブ2回目だね。2日目って感じしない、もうなんかさ、6日目ぐらいの気がするんだけど。いいじゃん、いいことや。まあそう、稽古からずっと言ってるからさ。まあね、もう私でも言っちゃう、もう9回目だよ、やばくない？やばいね。あと同棲中？ええ、なんでダメだって気づいても、言っちゃダメだよそれ。それはね、隠し通さなきゃいけないんだって。そうだって。カズト先生さん、だるまありがとうございます。MT ゼレナさん、バラありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。明日も配信あるのか。あるっけ。ない。ないかい。あたくし予定表どこにあったっけな。予定スケジュール帳を買ったんです。ほら。こんばんは。いて、ここ眠い。ここいて。こんばんは。ALT の部分が面白い。本当？やった。こんばんは。え？え？マギか。マギか。うん。ああ。うん。マギか。マギか。みぞてつ早く見たい。ありがとう。ハニガノン。見に来てね。ハート。ハートでハート。眠い。じゃあ15分で終わります。夫が歩いてるお二人を見かけてそうです。嘘。いつ？いつの話？こんばんは。これ聞きながら勉強頑張って、え、マジ？頑張れ。絶対集中できるでしょ。所さん、ハートありがとうございます。この人、生徒ハッピー少女すぎてびっくりした。うん？あれ？そのはずだよね、一応ね。うん。一応。え？おかしいおかしいおかしい。生徒ハッピー少女の。当たり前だよね、うん、いつものことだから。びっくりする。見えるとかじゃなくて当たり前の話、うん、そう。ひらぎさんありがとう。トゥトゥトゥン。窓マギってなんだ。窓マギ？窓かマギか。見たことない。知ってるけど。はあ、ばばば。知ってるけど見たことない。眠。疲れた。早起きが苦手です。パッツに合う、嬉しい。早起きが苦手です。ライプニッツさん、なんか名前似てる私と。ん？何番だよ、間違えてるわそれ。そうだよね、焦ったわ、うん、超焦った。ダーマバサボサコでございます。カノンさんありがとう。お眠でございます。ほんまそうですよね、普段から生徒派ですよね。
分かればよろしい。ハツといると変顔しがちですね。うん、ハツとカレンちゃんといるときは素が出るだけ。そう、みんなの前では素が出せないか、わはるちゃんも。そうそうそう、私といると素が出せるんです。感謝してください。誰マジで誰。そう、今日は壁車が新しくなりました。最高、最高バスや。さとこさん、ハートありがとうございます。眠そうというかマジでお腹がはち切れそう。食べ過ぎたね今日マジで。マジでやばいね、やばいね今日。ほんとなんか頭の中のハイライトが全部食べてる。マジで朝食べて昼食べて おやつの時間も食べて。だっておやつもさ3、4種類食べたの。ソフトクリームとソフトクリームとさ、ジュースとさ、ジュースとケーキとケーキとアイスクリーム。やっぱり、ね、気づいたら食べてるね。しかもさ、ソフトクリーム食べた後にまたソフトクリーム食べたんですけど、ソフトクリーム食べてで本当に5分ぐらい5分ぐらいしてソフトクリーム食べたんですけど、どっちもさっき食べたじゃんとか言わずに、あ、いいね、これにしよう、これにしよう。誰もあ、これにしよう、これにしよう、これ食べたい、食べたい。え、食べたい、食べたい。とか言って狂ってる。うん、ありがとう。本当にめっちゃ食べましたね、マジで。そうだよね、食べたね、めっちゃ食べたわ。また見に来てください。ぜひ休みの人に 何しに来てる。休みの日よ、私マジで気によるね。そうだよね、なんかあ、もう動けないって時は部屋でネットフリ見てるし、公園、ここ行きたいなとか公園に行きたいって思ったらマジで一人でつったかつったか行っちゃう。会社売れてるインスタで見る。頑張って頑張ってください。ありがとう。体重大丈夫なの？体重、え、待って、同じ人だね。同じコメント来てた。これどれ違う、体重大丈夫なのってね。あ、身体測定のお菓子食べ過ぎ、食べちゃって公開中。じゃあもう大丈夫、明日、明後日でしょ、間に合うでしょ。うん、まあ、あの軽いランニングで学校行こう。うん、うん、で、あの軽い、あのあれだね、あのランニングで行ってランニングで帰宅するっていうやつやろう。うん、それいいと思う。ジョイマンラブに見えて一人つぼみ、それなぎちゃんや、それ坂口なぎさやい。何ジョイマンラブ。うん、何それ。うん、なぎちゃんがジョイマンのラブって言ってんの。そうなの、なんで間違えて。けど言うのが可愛い、もう可愛いすぎて訂正できなくて、うん、ジョイマンラブ頑張ってくるね。可愛い、可愛い、可愛い会話マジで。もうまだ気づいてないかな。気づいてるんじゃない、もうさすがに。マジか、気づかないでほしかったな。いや、わかんない、気づいてないかもしれない、まだ。ちょっと聞いてみようかな、また。いつもこの前言うのが、あのなぎちゃん未だにジョイマンラブだと思ってるからって。めっちゃおもろいな、ジョイマン。まあ確かに間違ってないんじゃない、喜びの男のラブ。間違ってはないよね。間違ってはないね。うん、いや、同じことしてたんかい。ね、本当だ、やめてね。川原美咲さんに付き合ってるの？え？分かっちゃう。え、付き合ってない。やっぱり分かっちゃう。付き合ってない。ちょっと初世代とかこういう時は。私が開けたやつ。自分で買いましたけど、何か。
すがショールームのなぎちゃん知ってる？いつもショールームじゃなくてショールームって書くの今からショールームします。かわいい、してかわいい、みーちゃんありがとう。本当にかわいい、あー愛おしい、本当に愛おしい、一生見てるマジで。インスタメンションしたら、インスタメンションしたらってさ、タグ付けってことでしょ。タグ付け見るよ。なぎちゃんに頑張ってねって言ったら、ありがとうありがとうってそれジョイマンや、それジョイマンや。うよさんにがハート、お I'm sorry OK sorry ハチカー、かわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。今日一緒にカフェ行ってジュース飲んでたんですけど似てるねって言った二人で。そう、なんか系統がね、うん、パーツというより、うん、なんか似てた。何が汚いの？たまにあるよね。聞いたことない音だったんだけど、わかる。カフェショーは基本的毎年だったけど、コロナになってからちょっと空いたよね。うん、うん、チームよーちゃんさんありがたんぽ。英語話せるようになりましたか？ I can't speak English. Yeah, me too, me too. I can't speak English. English is very difficult. Yes. No, no, no.カバキツさんハートありがとうございます。プロルうまい、やだ。あチームヨイチェンさんありがとう。あ、うん、友近さんだるまありがとう、だるまじゃバラありがとうございます。駄菓子屋も行って、駄菓子屋ってどこの駄菓子屋？明日20日やな。20日やな、明日。ああ20日の日やな。2回目にしてもう終わりたくないまだ1回しか終わったらんですけどもう千秋楽やりたくない。もう1回しかってぐらい、本当にずっとやる、うん、ずっとやれる、マジで。 ね、今は楽しんでいきようね。本当、本当になんか大家族みたいじゃん。うん、わかる、ね、親戚一同って感じだからさ、お兄ちゃん姉ちゃんとパパとママがいる感じパパとママと兄ちゃん姉ちゃんがいる感じ。小顔くん、パンフレート早く出ない。え、それな、それな、私も早く見たい。光る早くみたいとかかな、確かにね、関係かな。だからもうちょっと待ってください。父上とおじさまの行く目は決めましたか？え、カジさんと柳瀬のおじさま柳瀬のおじさま、小顔くんありがとう。プレイギター、プレイギター、プレイドギター、ナウドさんありがとう。メリカリ見てきました。お二人楽しみに出られるの楽しみですね。はい、さんの花ビルが6点上がってる。こんばんは。ヒカルンの稽古見た？ヒカルンの稽古一緒に痩せたからな。そう、見てますよ。ニキなの出るのだってニキね、すごかったもんね。遅かったんだ。うん、あのあれ撮影した日がさ、確かすごい遅かったよね。あ、それもありそう。遅かったんだ。まあ、カジさんともマタルさんの出たらゲットしてよ。どっちから慣れてきた？見たい見たい、写真見たよ。見た見た、見た。めっちゃ可愛かった。ハンバーガー持ってるやつでしょ。めっちゃ可愛かった。なんかあれ、なんか言ってたよね、パンケーキか。あれハンバーガーだっけ？うん、なんかパンケーキか。じゃワッフルか。カジさんの方見たわ。なんかワッフルかハンバーガーで。うん、
マザルさんの顔がワッフルじゃないみたいな。パンケーキかワッフルだったけど、その可愛くちょっと可愛くないから、ちょっと可愛いの合わないからハンバーガーってなってハンバーガーになったみたいな話してた気がする。見たわ。カジさんがめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛いですねとか言って。二人で一緒になるの、一つのベッドで。あの20日も配信あるの？ないよ。そう、今日はチーム4の初日でもありました。ルンルンさん、こういうニックネーム、なんならもう最近ルンルンって呼んでるからね。成長が早いよ、ルンルンって。何も当日に、うん。それもそれすごいよね。呼ばれ慣れてるルンルンを。ルンちゃんがね、ルンルンって言ってたからね。ブルマイドも他のポーズが欲しい。確かにね、3種類ぐらい欲しいよね。わかる。うん、もう七花畑はね散ってる。でもさ、昨日のイベントの動画、昨日のね、ちょっとあそこもよくわかんないんだよな。お腹痛い。宇多田はどの公演出るの？サムネイル公演に出る。疲れたね。ブルマイドさ、うちら以外の人って全部サインしてんでしょ。え、あれね、すごいよね。すごいね。うん、ね、うちらも1枚ぐらいしたんだけど、なんかさ、ね、当たりみたいな、ね、当たりみたいなやつ欲しいよね。ちょ、言ってみるね。うん、言ってみて。うん、言っとくわ、明日。うん、だって私たちさ、サインそんなさ、うん、結構書いてるじゃん。なんかサインめっちゃこう、そうなのよ、あの希少価値高いかってやったら結構いろんなとこで書いてるじゃん。うん、もうだってもう来場者の方にもう400枚くらいサイン書いたこともあるじゃん。だからいいよね、そのくらいね。まあね、全部書くのはちょっとあれだけどね。うん、でも他にキャストさんも当たりとかにすればいいもんね。確かに。まあ1枚ずつね、違う言葉書いてあったりするらしいからね、それは買っちゃうよね、確かに。でもうん、はあ、顎、あ、出た、小顔。小顔に見えるね。見えるでしょ。見えるね。それもずっとやってたやつね。あ、終わろうかな、20日先に。いよいよもう終わるわ。終わるの？今日はもう早めに終わる、眠いから。13位、チョコレモンさん、チョコレモンさん、ありがとうございます。ありがとう。順にサラッチさん、サラッチさん、ありがとうございます。11位おかっきーさん、おかっきーさん、ありがとうございます。10位遠くの応援団さん、遠くの応援団さん、ありがとうございます。9位スノーさん、スノーさん、ありがとうございます。8位チマスさん、チマスさん、ありがとうございます。7位ダイちゃん、アットマークユーポー、二次元裏切らないさん、ダイちゃんさん、ありがとうございます。6位シュンゴさん、シュンゴさん、ありがとうございます。5位高菜をアットマーク歌団、眠い、歌団千円太 UF 歌田先輩巻き起こせさん、ありがとうございます。4位チームようちゃんさん、チームようちゃんさん、ありがとうございます。3位のりアットマーク UF さん、のりさん、ありがとうございます。2位スーさん、スーさん、ありがとうございます。顔面疲れてるね、うちら画面見て思った、うん。ヒイラギさん、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。じゃ今日はちょっと早いんですけど終わりますね。いや、そうなんよね、ツイッターのアイコン変えないとだわ。あ、小顔くんのファンレベルが上がってる。うん、揺れた気がした。じゃあ宇多田のファンのみんな元気でな、バイバーイ、おやすみみんぜみー、ピーマン、ピーマン。じゃあ川原の班の方楽しんでくれ、うん、川原との時間を。あと山もう終わるかな。38分。かわいい。見て、ポコちゃんどこだって送られてきて、これ妹ね、あのドラえもんね、うん。Oh, oh, oh, oh. Mm-mm.
れスタンプありがとうございます。眠いよ。え、今日がもう終わるやんけ。早いね。え、待って、4月もう終わるよ。やばい、やばすぎる。え、4月がもう終わるの。いや早いね。怖い怖い。前4月になったじゃん。うん、お4月で桜が満開で綺麗だなとかと思ってたのに、うん、もう4月が終わるの。私手太った。そんなことないこと。あなた太ってない今。クリームパンに見えるこう画面越しで見たら眠いっていうか本当に疲れた。眠くはないの私は。本当に疲れた。本当に疲れた。ちょうどスワローズ恒例の内山演習とか重なってたんだよな。もう戻ってきちゃったけど。あ、惜しいね。今年が3分の1を…え、そうなの。え、そうじゃん。やばくない。やばいね。どうやったらこの1日1日をさ長く感じるようにできるかな。無理正論無理。ガラスなんだね、これね、プラスチック。え、なみちゃん髪の毛ピンクでした。嘘だ。うん、って言ってたんだこの前。これプラスチックなの。いいでしょね。プラスチックかさ、指輪、ガラスの指輪がね、いいってことに気づいた。普通になんかこう安いやつってさ、メッキ、なんか剥がれてくるじゃん、うん、色が。だからいいやつかガラスかプラスチックにしな。なんかね、いいよ。かわいいっしょこれ。どこで買った。だって19歳でさ、一日時の長さをこんなに早く感じてたらどうなんの。あれ今日ミサさ、何オージャーがいいって言ってたよね、シャンプー。そんなことなかった。シャンプー何がおすすめって言ってた。クレージュ。全然違った。ガラスは割れですよ。いや、そんなに割れないよ。でも割れたらこの分厚さならね、割れないと思う、あんまり。まあ、全力で手打ったりとかしたら割れるかもしれない。ひびとか入ると思うけど。江ノ島にさ、ガラスの指輪があるの。あれね、あれをめっちゃ欲しいけど行く時がない。ね、ほんと1日。そう、年齢とともにさ、年齢とか19歳が人生の折り返しっていうじゃん。19歳とか20歳が大体でさ、でこの時の長さ、この時の流れの速さがさ、だったらさ、これ何キスバイエイトの。え、日によって違うのこれ。だいたい同じ曲。え、嬉しい。ごめんなんだ。やったー。二人でこれやばくない。
楽しもうね、うん、楽しもうね。江ノ島からの鎌倉行きたい行きたい。江ノ島のね、なんかガチャガチャ200、何円だっけ、200、300円、500円ぐらいしたっけ、300円ぐらいで1回300円ぐらいで回せるガラスの指輪が出てくるガチャガチャがあって、すぐね売り切れるんだけど人気で、それをね回しに行きたいんだ私は。青が欲しい、めっちゃ。黄色も可愛いけど。年齢の 逆数が時の流れの体感に近い。19だったら19分の1。どういうこと？19時間を1時間と感じるってこと？どういうこと？宇多田もやりましたね。空港のガチャガチャ、何それ？2人でやるの？ジョマラブ頑張ってください。ありがとうございます。疲れたね。さあ終わろうかしら、私。さあ終わろうかしら、私。さあ終わろうかしら、私。ミサテツ感激デビューは劇場でしたいと思ってたから、配信はお姉ちゃんに譲りました。すごい、ありがとう。お姉ちゃん感想どうだった？似てない？似てない？何が？え、うちら？マジか。ジョン万次郎とか出るらしいですか？え、そうなん、そんなんあるん？すごい。じゃあ終わりますね。もう10時だし。推しが被りました。推し誰だっけ？あ、湯本の高弘さんだっけ？ヨーティーと誰？イモティと、あ、わかる、ちょっと待って。誰？イモティとね、竹迫さんでしょ。あ、そうだよ、前うちは振ってたもん。たまにね、ジョンマイラブで調べた時出てくる。うちは振ってたでしょ。竹迫くんです。前うちは振ってたでしょ。うん、一本倒し、倒し、倒して、倒し。ハッツのミスターのモノマネが似てない、似てないだって。ミスターのモノマネしたかったか。してない。してないぞ、うん、そう、さすが。そう、合ってる、合ってるでしょ。竹蔵、ユモティ、ユモティって呼ぶことにした。ユモティ一回だけさ、下の名前で呼んでみようかな。誰も誰も呼んでない、誰も呼んでない。ユモト、ユモちゃんとかユモトとかユモトさんとか言ってるけど、みんな、うん、急に言われたらさ、え？ってなるよね。え？え？急にって。メイクいつもよりさ、いつもはね、多分ね、あのあれ、舞台メイクだからじゃない、最近は。あとは今日は宇多田のメイク道具借りた。確かに。そう、竹坂さんね、かぶったんだ。おつ、兄弟でかぶるとさ、誰とかぶったの？お姉ちゃんと推しかぶったのって。配信を譲ったらね、お姉ちゃんと推しかぶりましたって。あんなポッポッキー、ミスターも好き。え、嬉しい、ありがとう。え、また自慢、また自慢。明日はジョイマンラブ。そう、明日ジョイマンラブ。いい、頑張って。明日ジョイマンライブ。もう全然違うやん、それ。もう元気が止めなくなってきた。全然違うね。モノマネの難易度高くない？確かに私特徴ないもんね。肩かゆい、肩かゆい。あ、隠してくれてるの、肩かいてるの。うん、そう、優しい。しれっとね。うちのポカちゃんが可愛い。
うん、もう何万回も聞いたそれ。みんな何だ、うん、あうちのポコちゃん今なおなおなおちょっと邪魔よ全部反射するんだけど、ああ明るくしてもちょっとええはい、かわいい塩豆大福。あじゃあポコちゃん見てると豆大福食べたくなるからやめてほしい。27雨だったら漂流できるかも雨だったら学校昼までな。そうなん、そんなことあるの。マジ背中痒い、背中痒いよ、うん、マジ明日見に行きます、ありがとう。雨だったら学校昼までになるとかあんの、すごいねそれ。どういう初知り、ね、何どういう道が危ないとかあるあるよね。でも田舎あるあるじゃない、わかる27は予報なんやろうな。え待って明日雨節、違うか全然違った、どこのやつ見てんねん。週間天気27は60% です。でも曇りのち雨だよ、だから逆になったらいいか、その26の夜の雨が伸びたらいいかもしれないね。でなんか最近翔太さんみたいなイントネーションになっちゃうんだよねすごいアドバイスを翔太さんがリーダー的な感じでアドバイスをいっぱいくれるんだけど、そのアドバイスとかいっぱいお話とかしすぎてめっちゃ、え私翔太さんのモノマネ得意。ミサは本当に大丈夫だから自信持ってやったらいいと思ううん本当に27日、ああそうだったかも、そうだったそうだった、どっかねどっか中止だったよ、あ違う6、あそうそう火曜日が休みで27がね中止になってたのよ、なんか多分そうなの、ごめんね。校外学習の予定やけん、マジ超友達じゃん、イエーイ、友達じゃないもん。ウニオネイテさんファイトスタンプありがとう。そうそうっぽい、なんかそれって書いてあった。え待って雨じゃ、雨やんこの日でもここやろやるの、あれはちょ、あ、そうやでなんて関西弁その日はあれや、竹さこっちに引っ張られてるやんそれはあれよ、いちこちゃんや、違うよ、ここだよそれは、え、だからそうでしょ、うん、ここあれあれじゃない、だから大丈夫って、ここここが、あ、ちょ、だからあれでしょだからあれでしょ、だから晴れるんじゃない、だから大丈夫だよワンちゃん、晴れてん、27ないって千葉さん言ってなんかみんなすごいね、怖いすごいね、すごいね、うんうんうん、でもアバターを切り出すの忘れてきた、ありがとう、わざわざ、ね、だってもう今の感じさ、ハツカたちに言う、うん、マネージャーさんの名前呼ばれてる感じだからさほんとすごいね、すごい、怖いな、すごいな、今見たら満員になってる、ええどういうことどういうことどういうこと、中止じゃないの、そうそう学校のね、なんかコロナとかが増えてきちゃって学校のね方々がね割とねちょっとすいませんっていう連絡がね来てるっぽい、数校 5G ラボで竹底くんが強度さ、サムライボーイズか発力してる姿見れるよ。私さ舞台の人のさ名前調べてさ勝手にさ何やってるかとかさ趣味とか調べるの好きなんだよね。えみんなやるよそれ、やるよね、絶対やる、あもういろんな、やんない人やんないよ、もうそうなんだ、やんない、お仕事で関わる人とかめっちゃ調べない、うん調べる、なんかみんなのことをこう調べるんだけど
っとだけね見ました、拝見いたしました。9月24増えてるとか、そうなの、そうなの、なんじゃそりゃ、知らん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 、マジでフランなんていいなマジで知らん知らん、ほんまに知らん知らん、え、めっちゃわかる、なんだろう、調べるのってことリサーチ大事、いや本当に大事だし、仲良くなるためでもある、私は引き出しをねいっぱいいろんな人と、やっぱ気まずいと演技に出てきちゃうからね、本当にそれは。私のチャットが見えない、見えないみんななんで知ってんの27日は先輩さんから学生キャンセル中止になったと言ってたけど、怖い、バイ先輩とかつけてんのかなすごい有名人じゃん、もう変わった、え誰が送ってきてた、ん、キャストさんのめっちゃ白え、わかる、ほんまにわかるよ、クラのチーム4の連絡のやり取りが面白い、なんかシュークラのチーム4、衣装めっちゃ可愛い、え、それなまんまやスパッとする、うん、まんまや、その人についてのディープな情報を話題にすると惹かれる、まあね、だから知ってても話さない別に、学校関係なくなっちゃったから今年は行きたい、いいね、そう、私初日が学校の皆さんとか、あのでもね学校だけじゃなくて一般の方も結構いらっしゃったんですけど、なんかもうぐっちゃぐちゃだった、ぐちゃぐちゃっていうか学校ごとにはこう分かれてたけど、いろんな人がいたんだけどさ、すごいなんか女の、すごい前に座った女の、土線にいた女の子が超楽しそうに恐竜ダンスしてくれて、にやけちゃった、かわいすぎて、あ、見たかも、かわいすぎてにやけちゃった、かわいいと思って、テスト終わったから気持ちがフリーになりました、よかった、なんたら八幡宮の御朱印、これね、お守り、春お守りってやつがあるの、今代々木八幡宮、そうだから私は調べて、ど好きなんだって思っても、そう、知ってる時に知ってるのが出たら、あ、そう知ってますよって言うけど、確かに自分からさ、宇多田さんってこれ好きですよねって言われたら、あ、え、宇多田さんって四姉妹の次女で妹からは初かって言われてるらしいんですよね、でお好み焼きは広島焼きの方が好き、広島風の方が好きでみたいな、そうだったら、え、なるよ、一瞬、うっ、ん、って。そう、私漂流ダンスまでは客席見れないんだけど、漂流ダンスの時にすんごい客席見るから目線合わせてほしい、マジで。わかるわかるわかるよ、うん。マジで目線合わせてほしい。目線があったら。学校関係くんは絶対前漂流ライト持って、学校関係もないけど。言っちゃいな、先生に、先生に行きたいです、
それはちょっとそんな調べてくれたの、マジで。の前にどこ情報ってなるどこ情報ってなるけど、うちはガンガン振ったらアピールになるあ、なるなる。おう、さあ、じゃあ終わりますね。おう、終わりますね。そう、学校のね、学校でみんなで来てくださることがあるんです、たまに。鬼レク見に行ったでしょ。次は1年生が見に行くのよ。あ、1年生なのね、恒例行事的なやつはあるよね。私もね、なんかね、行ってた。中3か中2の時に、なんか学校会議、感激じゃないけど、なんかね、毎年何年生が行くってやつあったよ。そうそうそう。あなた終わるって言って15分くらい経ってもらうよ。メールだけ送る。よいしょ。痛い顔が。ねえねえ、分かっていいっすか、ここ。いいよ。どっちで寝てるの？窓側。右側いいよ。あれ寝るな。今の2年生が見に行ったの。あら、そうなの。そう、22時までって思ってるから、ミスター見て女優になることが出てきたりして、それだったら嬉しいね。じゃあ、え、待って、どの写真あげる。あー、疲れた。よし吉田みたいになってきた最近。終わりますねっていうかね、終わりますねって言っても56分だよ全然4分ぐらいしか経ってない。ちょっとなんだっけ、そう、メールを送らなきゃいけなかったから一瞬メール送ってよ。13位ジェリングさん、12位ひじるさん、11位ケンちゃんさん、9位あ10位チューリンダイマさん、9位フロストさん、8位ガリちゃん、会長さん、7位横吉さん、6位アメさん、5位エンジャーオニオンナイトさん、4位 MT07 さん、3位タトコロさん、2位ジョークスナさん、1位つもりかさんでした。ということで次24位に漂流しに行くね、待ってます。ジョマイラブを見て改めて自分の将来の夢が定めてね、ありがとうね。え、通常いつもこれだよ本来は。じゃあ終わりますね。2563人ありがとうございました。バイバーイ。